どうも、皆さん元気ですか？そして、アリナジャンション、ようこそ、久しぶりにね、ミスチルの、まあ、皆さんよく知ってると思うけど、私にとって、新曲までチェックして、続きましょう。そして、今回は、もう皆さんの、確かに、レクエストになんか、それもエナジー。まあ、私好きなスタイルの曲と言ってただから、シーソーゲームっていうタイトルかな？何かな、恋の歌 というタイトル。ぜひ一緒にチェックしてみましょうね。3、2、1。本当に？エナジーみたいね。ノリノリ。すごい人は。なんか、このパフォーマンスを、そして曲の雰囲気めちゃくちゃいい。まあ皆さんの笑顔でわかるね。あ、それこの。大きい画面で映ってる、それ多分ミュージックビデオの、ちょっと、映像ね、多分。ね。You gone? You gone? 恋の歌？すごい早い。いや、早いよ。早いよ。ライブで、ボーカリスト。よくこの2回知ってる。そしてその後で歌ってる、それただわかんない。やっぱりそれミュージックビデオからの映像ね。それでもライブの方が見てよかった。ライブの方が絶対いいでしょ。ミュージックビデオも多分見て面白いと思うけど、ライブにかなわないね。それいいね。なんか観客さん、客さんも楽しんでるし、ミスチルのメンバーも本当に楽しめるみたい。それ最高だよ。わあ、サックスもあるって、あ、すごーい。いやー、サックスの音めっちゃかっこいいし、好き。いやー、幸せそうな雰囲気ね。あ、すごい、すごい。いろんな楽器一緒に。まあ、だからこそ男のに、すごいだよね。
それね、やっぱり皆さんの正し方よ。的中。こんな感じの曲、本当に一番好きはもっとノリノリな感じで、エナジーな感じ。まあ、バードももちろん綺麗だけど、ただ私はそういうタイプ。わー、すごかったよ、すごかった。いや、本当に久しぶりだよね、ミスチル見て。まあ、だからこそなんか、なんか懐かしい。久しぶりな感じでもういい気持ちだからね。皆さん、まあ多分皆さんの方がなんかたくさん長い間に待ってたけど、新しいミスチルのリアクションだからごめんなさい。それでもよければまた何か私におすすめしたような曲あるならぜひこのリアクションの下でリンクとか残してください。そして私はそんなに長い間じゃない、もうすぐチェックして頑張ります。そしてはい、今日も私と一緒に見てくれてありがとうございました。楽しかったよ。皆さん同じそれ笑顔同じと本当に良かった。そしてこのリアクション良かったら言葉でもシェアとチャンネル登録もぜひお願いします。バイバイ。